さあ、ここからがハイライトだ。警察に未確認扱いされてたけど受け入れられて一緒に戦うのが好きだったに対するネットの反応をお送りするよ。警察との連携とか楽しかった。4号って呼んでた警官の人たちが5代のこと名前で呼んでくれるようになるのいいよね。5代が受け入れたくなるいいキャラしてるんだよね。5代が唐突に繰り出してくる全然似てない一条さんのモノマネいいよね。一条さんもだし、やたら声のいい人とか、若手の人とか警察もいいキャラだったよね。娘が言ってたんだ、パパを守ってくれたから4号は絶対いい人だよって、いいよね。警察の人が4号の人間体について聞いてきて、一条さんが人間体、って顔をしかめるくだり好き。そうだよね、その時の警察の人からしたら5代は人間の味方をしてくれる未確認生命体だからね。でも緑になるから、って拳銃を渡すのはいいのかとはなる。いや、あそこその後の変身も含めてめちゃくちゃ好きなシーンなんだけど、空画の状態で大丈夫ですか刑事さん、って言われた時の杉田さんの反応好き。グロンギ語とか、警察の組織だった動きとかの独自設定が、なんかこいつらいそうだな感がすごい。グロンギ語も当時から割と解読されてたと聞く。言ってもフェムシンム語とか、ジャマト語よりはよっぽど簡単だしね。杉田さん5代自体と対面するの結構後半だったよね。バイク新調した時だな。一条さんと杉田さんともう一人の刑事さんが思い出せない。若いやつ、小田城がオーディション受けたのそいつの役だったとか聞いた記憶が。子供の頃はよくわからず見てたけど、バイク乗り換え会の警察との共闘がめちゃくちゃ激アツで好きになった。警察もやられっぱなしじゃないんだよな。神経断裂断罪、けど警察が撃っていいものなのか。なので法律で規制された、けどスーパー断裂断開発した。一条さん、マナーモード。でもよくよく考えたら、2000年当時ならまだ携帯がわかってない大人がいても仕方ないような気がしてきた。今だと一条さんも変身してたんだろうな。アギトと繋げたら、ソラ G3 キルのあんただよなってなった。科捜研のお母さんが、子供の面倒全然見れないのマジでかわいそうすぎて、早くグロンギ滅んでくれってずっと感情移入してた。最終話でやっと一緒に過ごせてるのいいよね、よかったね。そんなさゆるくんも今や立派な鉄オタで兄オタでミリオタです。これ当時の子供はもちろん、大人もちゃんと設定理解できてたの？設定はそんな難しいところないだろ。悪い奴がいて、空画が警察と協力して戦うだけだからな。空画は昭和ライダー以上に、仮面ライダーが悪者をやっつけるだけのシンプルな設定だな。悪っていうよりは、種族間抗争ですよねってのが後々のファイズとかに繋がったのかなって感じる。当時いい意味でこんなの仮面ライダーじゃねえよって思って楽しみに見てた。刑事ドラマの文法で仮面ライダー撮ったがコンセプトでいいんかね。椿さんが5代好きすぎる。話の筋は大人になって見直したから覚えてるけど、子供の時は理解してたかはともかく毎週楽しみにしてたのはほんと。細かい設定知らなくても楽しめるし、細かい設定知るとより楽しめるさじ加減がいい感じだった。ガキの頃見てて一番印象に残ってたのが恩師だったから。よく言われてる子供は戦闘以外は退屈みたいなことはなくて、それ以外もちゃんと楽しんでたんだと思う。もう二度とできないであろう演出とか撮影があって見応えがすごい。警察サイドが割と警察してて好き。空画と警察の共同作戦好き。どこかのコメントにあった、4号は一条さんという友がいたから5代雄介として戦えたという数字要素の指摘に感心した。空画ってこだわりのある作品だからそこも考えてそう。改めて見返すと榎田さんの科学力がすごすぎる。マジで彼女も英雄だよ。新仮面ライダーも続編があれば、空画みたくアンチショッカー同盟と組んで、よりチーム戦のように戦う話になるんだろうか？初代テレビも、一文字と立花レーシングクラブのみんなと一緒に戦うこと多かったし。一条さんと桜井さんの階級は警部補なんで、杉田さんの階級はよくて警部あたり。それはともかく、一条さんって警察仲間に空画という名称を教えてるのかいないのか？一条さん以外の警察関係者は、みんな4号予備だから教えてないんだろうな。4号は他の未確認生命体と違うかもしれないというところを、
杉田さんや桜井さんたちが気づくまで、一条さんが五代くんのことを話さなかったのは大きいと思う。椿先生や榎木田さんみたいに信用できる、五代くんの直接的な協力者になってくれる人には割とすぐ紹介してるけど、実際に現場でグロンギと戦う人たちではないからね。空がになって最初に関わりを持った警察が、一条さんだったのは本当に幸運だよ五代くん。警察との連携がスムーズすぎる。毎回必死に戦ってる感が出てて好き。ザザル戦で、一条さんがダウン中に桜井刑事と組んで謎解きする五代も新鮮でしたね。桜井刑事が書いてた空がのフォームチェンジのメモが事件解決のヒントになってた。ちょっと前まで空がはその後のライダーに比べて、味方の登場人物が善人ばかりでちょっと退屈だなと思ってたけど、改めて見直したらすげえ見応えある。それわかる。登場人物が善人たちだからこそ、この世界を守ってほしいって無理なく思えて、毎回クーガの活躍に没頭できたと思う。ほぼ死ぬか奇跡的に生き残るかの殺し合いやってる状況って、嫌な奴は真っ先に逃げ出すだろ？逃げなくても仲間からの信用が低い奴は外されるだろう。だからなありには必然的にいい人しか残らない。よくある性格に問題があるけど能力が高い、なんて人間は警官になれないし、平成一期でも割と見やすい作品だと思うんだよね空画は。確かにグロンギの殺戮描写とかはいろいろと残酷だったりするけど、人間関係が皇族の勇気、ファイズとかみたいに、ギクシャクしないでグロンギぶっ飛ばして終わりの基本的に完全懲悪だから、後味悪いなって感じる話がそこまで多くないと思うから見やすいんだよね。ジェラ次回とかはあれだけど、みんないい人だからこそギスギスした関係が誰一人としていないのが良かった。グロンギどもが悪い奴として徹底したのもあって、警察側に誰一人として悪い奴いないのが良かった。その流れで自作のアギトを見ると北条さんすげえムカつくんだけど、よくよく見てみると北条さんもそんなに悪い奴じゃないし、可愛げもあることに気づくというね。その反動からか、特捜戦隊でカレンジャーの10 years after や宇宙刑事ネクストジェネレーションで警察上層部の汚職や職権乱用して娘の犯罪も見消そうとする長官とか書いてた荒川先生。間に小一挟むと小一に振り回されたり、小一と一緒になって氷川さんをちょくったり、小一に煽られてムキになって手品の種を明かそうとしたりして、嫌なやつ感が緩和されてた印象。北条さんは口を開けば嫌味を言うからね。でも、作中でアギトとアンノウンの関係性や、風谷教授殺害事件の真相に一番に気づくというものすごく有能な人。よく見ると、その場で自分の思う最適解な行動を取る、イコールその場のノリで動くってことやってるんだよねこの人。自覚がないみたいだけど、ヒーローに憧れを抱いた子供の心も持ってるし、子供の自分勝手で小ずるいところも持ってる。人間味に溢れたいいキャラだよ。それはそれとしてボディーブローから右ストレートかましたい。五代が警察と連携が取れるようになったのも、ひとえに一条さんの尽力だな。一回の長野県警の警部補にしか過ぎないのに、科警研や監察医の知り合いもいるし。トライチェイサーの試作機の所在も知っていたって、ただのキャリアとも思えないスーパーマンだよな。桜井さん、そろそろ僕たちにも紹介してくださいよ4号のこと。やっぱり人間体あるんですか？この頃はちょっと嫌な人だなって思ってたけど、ザザル戦で五代と親交深めてパン好きなことまで分かって妙に好きになった。人間だって知っている視聴者からは人間体ってのが嫌な言葉だけど、作中の警察の皆さんは人間だって知らないからね。一条さん本当に携帯のマナーモードができない点以外欠点がない人だよね。言うてマナーモードにしてなくて、グロンギに盗み聞きしてるのをバレたのって1回だけじゃなかったか？ 3 話と6話で少なくとも2回やらかしてるはず。ニコニコで配信されたの見てて、もっとしょっちゅうそういうのがあるのかと思ってたら全然なくて意外だった。ザザル戦で桜井さんが五代に銃を投げ渡すのが地味に好き。旗から見れば怪人だっていうとこから入るのは斬新に見えた。漫画版では、一条さんが2号ライダーになって一緒に戦う展開は熱かったよね。警察の人たちは4号との連携以降ずっと4号頼りじゃなくて、自分たちが足を引っ張らずにアシストしたり、
最終的にグロンギを倒せる武器とかで4号と肩を並んで戦ったのが良かった。警察って特撮においては作中で何してんだよっていうツッコミになる要素もあるけど、クーガヤーギとは逆に活かしまくった作品になれたのすごいと思う。五代ってその辺にいそうな若者っぽいリアルな雰囲気あるけど、実際こんないいやついないわってなる。終盤はユースケ入れて捜査会議したり、段階踏んで受け入れられていくのをきっちり1年かけてやっていた。普通の人は2000もの技を持てないし、昭和だったら民衆から迫害される話もあっただろうな。おやっさんが読んでるゴシップ週刊誌の記事がその役割やってたと思う。チラッとしか出てないけど、最終戦の九郎ヶ岳に行くまでに、五代と一条さんと二人で並んでバイクを走らせるんだけど、毎回目がうるうるすんだよ。仮面ライダー二人じゃなくて、お互いを相棒と認め合ったライダーと刑事ってのがエモすぎる。クーガの警察は理想的だけど嘘っぽくないのがいいんだよな。みんな一生懸命仕事してるのが伝わる。